こんにちは、アオライトです。消滅都市実況続きやっていきたいと思います。前回第2章やっとクリアしました。で、今回から第3章に入りたいと思います。第3章はまだやったことがないので、どんなストーリーかわかんないですが、いきたいと思います。それではスタート。第3章第13話、計画。はい、本当にバカよだそうです。じゃあいきたいと思います。スタート。はい、ということでパーティーを選びました。今回はこのヒパーでいきたいと思います。確かヒパーでいけるはずで、彼女リーダーの彼女あゆみさん進化しました。で、ちょっと今まだレベルが上がり途中なんですけど、マックスに早くしないと多分第3章きついかなと思うのでやっていきたいと思います。あとはガチャでフェイクダンサー千春さんとこの脱サラ刑事ユージさんを引きました。で、彼らもまだレベルがこんな感じなので、ちょっとこの第3章きついかなと思いますが、いきたいと思います。それではスタート。自分を犠牲にしてまでロストを目指すなんて、ここまでバカな奴らだと思わなかった。私の番か。仕方ないわ、戦うしかなさそうね。バカみたい。ほんとバカみたいな話。はい、ということで月。くそ、なんだこりゃ、頭が割れるように痛え。目的を見失わないで、ロストの中心部を目指すのよ。そこにお父さんがいるはずなの。絶対にたどり着くんだから。はい、ということでいきたいと思います。待って、このね、なんかロストのあれもやだよ、音声もなんか。ちなみにこのパーティーは勝てるのか。お、全然いける、まだいける。第3章まだいけそうです。よし、このパーティーでサクサク勝ちましょう。ちなみに水パがいいみたいですね。全然見てなかった。強い敵の予感がする。ロストに近づいて敵が強力になったか。それだけじゃない、すごく強い敵が待ち構えているわ。多分向こう側の存在よ。なんだって。向こう側ってどういうことなんでしょうね。ロストの後ろ側、後ろ側じゃない、あ、やべ、ロストの世界があって、で、その扉を閉じないと。うっと、またまた、何何この、今見ました、このグニャグニャの床。向こう側の存在よ。向こう側の存在、気をつけて。今までにないくらい、あいつは強力よ。はい、ということでボスバトルいきたいと思います。誰、お、出た、月。月ってこんな感じなんだ。え、っていうか光なんだ彼女。どっちかっていうとなんか緑色の髪してたからキッパだと思ってましたけど、なんとか勝てるかな。ちょっと待って、え、待って、チェイン溜まってない。ちょっと待って待って待って、どういうこと。チェイン溜まんないってどういうこと。え、あ、いた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 、待って待ってくださいね、ちょっと、ああ、止まった止まった。え、どういうこと、さっきの、え、なんだ、バグバグバグじゃないよ、こういう仕様なのか。とりあえずなんとか月を倒しました。え、今回はずっと月さんと戦うことになるのかな、この感じ。はい、ってことでとりあえずクリアしました。ランクアップ、レベルランク45。あ、なんかクロス様なと一緒。さすが強いのね。でももういいでしょ。
私たちの邪魔をするのはやめてくれないかしら。そんなわけには。いい子だからよく考えなさいよ。このまま先に進んでどうなるっていうの。たとえあなたたちも世界が救われたでも。悪いが、今さら何を言われようと俺たちは進むさ。だから頼む、道を開けてくれ。あなたたち本当にバカよ。月はやっぱり戦いたくないのかな。この感じ見るとやっぱ平和主義みたいですね。じゃあ次行きたいと思います。大丈夫だといいんだけど。はい、ということでパーティーを選びました。とうとうできたんですよ、水パーティー。あのね、彼女がショーガールレミを引いたことによって水パーティーが入ることができたんです。彼女とね、ビーとミオの入れることで。で、まあ今回はこのパーティーでいきたいと思います。それではスタート。そろそろ諦めろ。ノア計画、魂の転移の準備は着々と進んでいる。誰だお前は。まさか向こう側の。いい加減理解したらどうだ。思考、人間の脳は量子計算で成り立っている。量子計算である以上、平行世界からの干渉を受けることはいわば必然だ。まだだ。ロストを超え、これ以上広げさえしなければ。それもいつまで続くかな。お前が頼りにしている二人もまた記憶を失いつつあるのだぞ。ということなんでしょうね。なんか前回もああいうことありましたけど。あの女は去ったか。いいえ、気配は消えていない。弟のように進化してやってくるかもしれない。くそ、なんでここへ来て次々と敵が出てきやがる。ということでいきたいと思います。今回3ターンだけなのでね、意外に楽ですね。なんだろうこのさ、あの柱がグニョグニョしてる感じ、なんか気持ち悪いですね。で、水パーティーだったの忘れてた。普通に火を取ろうとしてた。はい、じゃあ行きましょう。 OK。 はい、ということで勝ちました。だがここまで来ちまったらもう引き返すっていう選択肢はねえな。ええ、お父さんのところにたどり着かなきゃ。はい、ってことで行きたいと思います。おお、一撃やるね。楽勝だな。まだ第3章でも全然サクサクですね。最初の方はまだいけそうですね。え、タクヤまだ大丈夫？まっすぐに進める？ああ、そこまでじゃねえが、とんでもなく頭が痛えことだけは出すから。戦いに集中するのよ。次の敵が来るわ。はい、ということでボスバトル行きたいと思います。あ、誰？あ、おお、ダンサー静かってことはあれかな、ブレイクダンサーの進化系かな。ちなみにサクサクでした。はい、ありがとうございます。はい、ということでクリアしました。先を急ぎましょう。よしよし、いいぞ。タクヤ、どこまでたどり着いたかしら。無事だといいけれど。座標を取得した。あ、間違った。最後に取得した座標を見る限り着実にロストに近づいている。
敵も強くなっているはず。そろそろレアニー以下の魂がチームにいると太刀打ちできない状況になっているはずよ。大丈夫だといいんだけど。はい、ってことでやっぱり久しぶりのギークだな前も出てたけど。はい、ということで次行きたいと思います。波動性物質。はい、ということでパーティーを選びました。今回も水パーティーで行きたいと思います。で、なんか彼女あんま見たことないので見たいと思います。グラビアクイーンの厚みですね。癒しの水で HP5000 回復、回復の精神で回復力が 1.5 倍になるってことで、あれですかね、回復パーティー的な感じかなですね。じゃあこのパーティーを引き連れていきたいと思います。スタート。あんたのことだ、平行世界の観測もしているんだろう。ああ、我々ももちろんしている。ざっと1024通りの世界を観測した。210人の少年と7人の女が死んでるが、我々を率いるあの方は一人も死んでいない。残念ながらあんたたちの抵抗が無駄であることはほぼ実証されている。諦めるんだな。頭が痛え。これが噂に聞く波動性物質か。そっか、ロストに近づくと危険なこと、やっぱり知ってたんだね。少しはな。はい、ということでいきたいと思います。ちなみにさっきの1024通りの世界を観測してるっていう話、どういうことですか。例えば1024通りの世界を観測してるとして、さっきの研究者はその1024通りの世界にいる人であり、ダメだ、理解ができない。ロスト発生時は俺もこの近くにいた。何人もの知り合いを失ったよ。解離性同一性障害を患い、やがて記憶が消え自我が崩壊していった。ええ、どういうこと。ロストで消滅に遭うとあれ、何て言うの、役所だな、話せない。解離性同一性障害。しかし事件から3年も経ってるっていうのにこれほどまでに影響があるとは思わなかった。ええ、頭が割れるように痛い。ダメだ、なんか第三章話がすごすぎて話についていけてない俺。皆さんはついていけてますか。だが敵も強力だ。一でも前に進まないと殺されるな。そうね、走り続けないと。この先にお父さんが待っているはずよ。気をつけて。強力な敵が来るわ。はい、ということでボスバトル行きたいと思います。ハッカーですね。ちなみに敵サクサクすぎて全然話せてなかったんですけど、さっきの話、あの1024通りの話ですね。どういうことなんでしょうか。あの結局研究者も同じ世界にいて、その同じ世界で同じ実験をしているってことなんですかね。で110人の少年と7人の少女ってことは、さあ先を急ぎましょう。どういうこと、わからない。ダメだ、
クヤたちは無事か？多分。一つ情報を送っておいてほしい。ロスト付近で確認されている魂は呼び出せると有効なものもかなり多いようだ。例えばモデルとナースの魂はかなり役立つ回復系のスキルを持っている。ぜひ手に入れておくべきだ。情報によるとこいつらをクエストで倒すことで稀に手に入ることがあるらしい。わかった。情報を送れるか試してみる。ここまでの通信回路使えるといいんだけど。はい、ということで第13話計画4行きたいところですが、ちょっと動画が長くなりそうなので今回はここまでにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。アオライトでした。次回は平行世界の記憶から行きたいと思います。またねー。